やっぱりサムソノワのサービスに対応できるのか、サムソノワがサービスをキープする確率って昨日もすごい高かったんですけど、現在ツアーでナンバーワンです。 80% 超えてます。だからやっぱり羨ましいですよね。サービスうちはゲームが取れるっていう、もうただジャン・チーウェイも昨日ファーストサービスが入ったポイントの獲得率は9割近いんですよ、うんうんうん、ジャン・チーウェイはファーストサービスが入ると自分のペースで長いラリーに、まあ、主導権を取って持ち込めてるんですけど、サムソノワのサービスゲームに関してはもう一発で決まったり3球目で決まったりで早い。聞きたかったんですけど、はい、サービスキープ率が高いっていうのは、うん、サーブに結構目がいっちゃうじゃないですか、はい、でもその3本目のフォアがいいってことはサービスを打つ時の体のバランスとかも、うん、もうそっからいいっていう、そういうことですね。やっぱり一番大事なのはサービス打つじゃないですか、3球目でちゃんと攻撃したいのであれば打った後もうすぐこのモーションの後もうこう入ってる、はい、常にどっちが来ても打てる状態にあるんですけども、うん、やっぱり皆さんテニスをされる方は分かると思いますけど、トスがねあっち行ったりこっち行ったり、選手絶対自分が狙ったところをトス上げるので、はい、大体皆さんこっちに上がったとしてもこれやめたら、はい、なんか向こうから怒られそうとか、そうそう早くしよう申し訳ないって思って打つじゃないですか。こうやってそれで打つとどうなるかってこうバランス崩れるんですよ。その頃にリターンが返ってくるでしょ、はい、3球目攻撃どころか2球目でやられるんですよ。そうだからサービスを打った後にどのぐらいこの軸が崩れないかっていう、もう一番大事なのは打ってからこの当たった時から自分が次打てるまでのスピード、これがどれぐらい速いかっていうのがすごい大事で、じゃあ2人ともそれがすごくいいで、サムソノワだって190キロってことは行って帰ってくるのが速いですよ。そりゃそうですよね。でそのスピードでも3球目でエースが決められるので、どれぐらいそのサービスを打った後のモーションがしっかり速くて軸がぶれてないか、逆に言うと私のあんだけ遅いサーブでやられるんだからどんだけ軸がぶれてる、相当もうこんなってことですよね。まあいいや。